アウダステップを踏んで中に入っていきました。モリーから受けてアウダ、アウダ、うん、この後ちょっと右手、あー、カメラが来た、パテント、アウダしっかり飛ばしてますよね、よくボール回ってます。オリバーと今悔しそうにしましたが、アウダ、はい、ショットから8秒まで来ています。ケイから飛び込んでいく、うまい、うまくかわしました。キングかい、後ろチャールズ・ジャクソン、中に漂ってジャクソンを呼び寄せました。ノールックでキングかい、あーっと狙っていた河村で、横浜は徐々に時間を使うフェーズになってまいります。河村がアタック仕掛けた、ここはピックアンドロールからのオリバー、あー抱えていた、すげえ伝えてきた、なかなか見てないですよ今シーズン。おーあと味方同士当たってコンディションとしては少し痛いというような、これを振り切る河村、回り込んで外、森川スリーどうか、来たー、しかもファウルあった、さあ23、最後またシュートを狙ってくる、ちょっと決まる、ブザービーター、サイドにはチャールジャクソン、先ほどは合わせていきましたが今回は手間しましたが、神田川村走るチャールジャクソン、ここはサイズミスマッチ、しっかり受けて、おー、ヤンキリがボールこぼれました。そして大場が
ここは走る BD バスケットになりました。おっと、ただすぐさまジャクソンとジョーンズやりにやりますが、このシュートが決まった。川崎です。オリバースチール、オリバータイムが早くもコーチが言うにはソフトに入ってしまったというような試合だったんですが、あー、いついたジャクソン、ダンクいいポイント、これは入りません。長いパスが通ってチャール、よく見ている森川のシュート、キングタイ、最後森ステップバックからツーポイント、決まりましたね。趣味でも今日頑張っています。松崎パスタリーから自分これをボール奪いに行くが、ジャクソン奪う、流れが一気に横浜だ、一からライン作ってますね。松崎外からのシュート、逆転できるか三河、あいいですね、はい、川村から中に通した松崎、いや松崎選手のカット良かったですね。須藤、古川がチェックに行ったんで変えてないですもんね。変えてないですね。そして須藤、これも行く、決めてきます。こういうことが生まれてくると思うんですよ。はい、だからさ、上げていきたいところですよね。いやいや、もうもちろんですね。さあ、ここは平尾ブラッド、あ、出しに当たりますが、こぼれたボール、須藤が取った。そして
ました、はい、京都アンナに久保田ヘッ、ブロック、持ちたいエリアでボールを回せない、勝てない、まあ、そういった状況に今あるので、結構打たない。